歴36年を誇る木澤選手、今年が、大会出場歴は30年ということで、その長いトレーニング人生の中で木澤選手が一番大切なトレーニングをして筋肉を大きくする目的の場合は一番大事なのは追い込むことだって、口を酸っぱくしておっしゃってるわけですが、その追い込む時っていうのは、10回できますっていうのがあったとしたら9回目までは助走だ。あ、そうですね、僕はそう思ってます、はい、その10回目が上がるか上がらないかがそこが勝負なんだ。その10回目やるとき、上がるか上がらないか分からないのをやるときっていう、そのまさにレップをスタートするときの気持ちっていうか、それどんな感じなんですかね、教えてください。なんすかね、足のときだけはちょっとその辺は別格ですね。で、何考えるかっていうと、もう危機一髪みたいな感じですかね、はい、これができなきゃえらいことになるぞみたいな、はい、そういう、なんかなんすかね、想定、はいはい、最悪の事態を想定したりとか、はい、あと逆でお前がこれを一発上げることでこんななんか変わるぞみたいな、はい、なんかそういういい方の想定する時もあるし、はい、なんかとっさにその辺はなんか、まあ、自分の頭の中でいろいろなんかシチュエーションを考え決めて、はい、なんかそれで自分が、まあ、ゲームみたいなもんですよね、はい、自分ができたらなんかそれが叶ったとか、はい、できなかったらもう終わったねっていうような、はい、なんかそういう想定ですかね、はい、しますね、はい、これ結構皆さんいろいろ頭の中でね、いろんなこと考えながら多分やると思うんですけど、はい、ここでやっぱりね、気弱になると本当に結果になって出てくるんで、はい、やっぱりここはうまく自分をこうなんですかね、奮い立たせるような、はい、こうやり方っていうのを見つけるといいかなと思いますね、はい、でこの間ね、そうそう大塚くん、はい、まあいつもの感じでね、はい、くっ、はい、って潰れたんですよ、はい、で僕が上からパッと見て、はい、ちょっと一回補助したんです、はい、であと5回やったら1万円あげるって言ったら、はい、キュン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 ってやったんですよ5回僕それ見て、はい、もう、まあ、1万円あげてもいいんですけど、はい、ちょっと待てよお前どうなっとるんだっていう、はい、ねおかしいじゃないですか、はい、1回なら分かりますよ、はい、そこから5回やるんですよ、うん、彼そのレベルなんですよね、まだ。あ、だからこれね、結構ね、普段からやっぱそういうのできてないとね、はい、自分の限界ってここまでかなっていうのが本当にやればやるほど染みついちゃって、はいはいはい、1万円あげたんですか。1万円あげなかったですね。上げなかったですね、まあ上げてもいいんですけど、でその後にですよ、彼、はい、木澤さんすごいって言うんですよ。ああ、すごいんじゃなくてお前が追い込んでるだけだって話ですよ、はいはい、木澤さんの言葉がすごいみたいなこと言ってくるんで、ああ、まあ、それも嬉しいんですけど、そうじゃないよお前って言って、ね、はい、ちょっとそういう衝撃的な出来事があったので、今一度皆さんもね、はい、これもう一回できたら、例えばもっと100万円あげるって言われたら、はい、できるかできないかって考えてね、はい、それでもできないものはできないですからね、はいはい、それでできるんだったら最初から やってくださいよっていうところなんで、ね、はい、まあ、ちょっと、ね、そういう衝撃的な、はい、大塚くんでしたね。あ、大塚くんの話をしたかったんじゃなくて、はい、そのやっぱり最後の1回、はい、ね、きつくなった時にいかに強い気持ちで、はい、いられるかっていうのはやっぱりこれ人それぞれ頭の中でいろんな考えが出てくるんでね、はい、うん、まあ、どんな場面でもそうだと思うんですね。トレーニングじゃない、はい、ところでもね、はい、体がきつくなってきて最後のなんか、ね、力を振り絞るときっていうね、火事場のクソ力をいかに自分から出すかっていうのは、はい、やっぱトレーニング永遠のテーマなんでね、はい、大事にしたいですね、はい、お近くみたいにならないように皆さん、はい
5回も上がっちゃった5回も上がりましたリアルに5回も上がりました。あ、大塚選手今今日ベンチやってましたけど、はい、ベンチが、まあ、ゴード選手のところでパーソナル出てきたということで、はい、ゴード選手方式でやってらっしゃるんですけど、はい、20セットぐらいやってることですか。20セットぐらいやってるんですけど、あのドロップセットにして最初も次のもうそうなのかな、潰れるんですよね、はい、必ずなんか 潰れるっていうのが一つのあれなんですよね。なんか見てると潰れるべくして潰れてるような感じ、潰れるのがルーティーンになってます。そうだ、そうなんですね。ひょっとしたら誰かがお金持ってくる。今僕の中では彼のパーソナルやるときはその自分のいかにもうフォームなんか全然どうでもよくて、彼の場合はもういかにその力を出すっていうリミッターを解除するかっていうのを僕は今徹底してやってますね。とにかくやっぱ彼は効かせるっていうところからすごいトレーニング最初徹底してやってたんで、はい、まあ、そこがやっぱりまず最初の段階で塞がれちゃってるんで、はい、力を出し切るっていう、はいはい、そこをいかに出すかっていう今ちょっと解体をしてるところですね。なるほど、はい、じゃあ大塚君次に見た時は、限界までか、まあめちゃめちゃ金持ってるからですね。ね、はい、トレーニングで儲けるやつになってるかもしれない。ありがとうございます。僕の財布からどんどん金がなくなって。まあはい、どっちか見てみたいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。I earned your